キャベツ畑のヘアリーベジですね、土寄せします。先ほどね見ましたら、種がねこのように露出しちゃってます。これ分かりますかね、これこの茶色いやつね、この茶色いやつヘアリーベッジの種なんで、一応芽は出てきてるんですけど、まあこのままですと流れされちゃいますのでね、三角砲で軽く真ん中にかき上げたいと思います。よいしょ、まあ三角砲持ってきてあるな。はい、じゃあ今からね、三極の方に固定します。ちょっと画面が揺れるかもしれませんね、ごめんなさい。よっこいしょ、よっこいしょ、よいしょ、ロックできましたね。よいしょ、ちょっと画面が斜めかな。どこまで映ってる、あ、こんなもんで大丈夫そうだな。これかなり斜め、あ、そうでもないねそうでもない、そうでもない。もうちょい後ろならいいんだね。手前の方が入らない。よいしょと。こっから入らないとダメですね。こっから入ってもうちょっと上向けば最後まで行くのかな。はい、じゃあ土寄せね、やりたいと思います。三角砲でも豆乳でもいいんですけどね、今回は三角砲を持ってきましたんで、三角砲でやりたいと思います。あれ、ここ土かけたよな、なんでこんなに出てんだろう。まあ よくわかんないですけどねもしかすると雨かなんかで流れ、そんなわけねえな、なんでだろう、土かけるの忘れたんかもしれないですね、もしかするとね。そんな、そう、でもかなり出てますね。はい、終了です。両側からね土を寄せまして土手にしちゃいました。まあ多分これで流れ出すことないと思うんですけどね。よっこいしょ、はい、この棒の先なら分かりやすいな。はい、こちら側とこちら側から土を寄せましてね、この真ん中はちょっとへこんでます。要は両側を土手にしちゃってね、ヘアリーベジの種が流れないようにしてます。これでね、明日から 3,4 日天気崩れるのかな、ね、その間にうまく発芽してくれるといいですね。はい、キャベツ跡の、キャベツ苗跡のヘアリーベジですね。キャベツ跡のヘアリーベッジの種の土寄せですね。はい、終了です。